このポプちゃんのレントゲン写真ですね。まずはこれ全身の横向きラテラール、それからこちらが VD、 おへそからお腹へと撮りました。まあ胸部腹部の写真、胸部腹部はまあそう問題ないんじゃないかと思います。それで問題のこれが手ですね。ちょっと近くにしますと、こっちが右足です。こちらが左足、変わってるで、実際腫れてる方ですけども、まあ骨とか関節はとりあえず大丈夫そうに見えますね。こちらが横向き内外内外像ですね、の右、痛くない方と痛い方、まあ両方こう取ると軟部組織が腫れてます。右に比べると左がね、かなり腫れてますが、骨には異常がないように見えますね。からまあ一応前歯奥歯の噛み合わせも悪くないし、心臓のサイズもまあまあ正常、から胃にご飯が入ってて、腸管には多少のガスはあるけど、これぐらいはまあ正常範囲じゃないかなと思えるぐらいですね。これではちょっと前足はちょっとわからないかったんで、まあ、それで全身局所で撮りました。